はい、かんちゃんのマインクラさあ、行きましょう。行きましょう。さあ、今日頑張ってパックアップしよう。経験値をもっと早めに、どうにかしたいけど。ちょっとカメラ調節値で。いいもの出たらいいな。いいもの出たらいいのにな。はい、ないや。これをもっといいシステムにしてみたいけどね。こういうジャンプアタックじゃなくて、でもジャンプアタックが強いからもうしょうがなくてこうやっているけど、理由は周りになんか他のモンスターがあるからどうかな。他の ならばちょっと外に出てこようかな。あ、外に出るときにクリパ気をつけよう。もうほんとクリパ、クリパのせいで何回、だから見守りを手に入れたいけど、あれすごく遠いから、昔いたあの屋敷、あちらに魔法使いが見守りをトロップするんだね。だからその見守りをどうにか、この周りをちょっときれいにしよう。ここでどうにかあのウサギをどうにか、噛めたいけどね、あのウサギを大事よ、あれウサギを。
ここもね。ここもよく見えないからな。これでもう一回行ったら多分したら多分これはどうなるかわかんないから。ほんとちょっといらないのをちょこっと取りましょう。1、2、3、4、5、6匹。これが作業よ。おお、オーケー。オーケー。力。全部力に。待たせないな。なんか待てないな。なんか出ないね。
周りに何かが問題があるんだ。なんか、なんで2匹だけ？なんか周りになんかあるかな？ここ？上？そうではないと思うけど、あちら？石をもう一回焼いたらどうなるんだったっけ？何の木だったっけ？あ、またゾンビの音がして。オッケー、30。いえ、30です。じゃあ。そろエンチャントしてみようか。ああいいものが出るように、バックアップができるようにお願いします。本当にお願いします。じゃあ、ああ聖金石持ってこなかった。あの下にあるかな、聖金石が。聖金石が下にあったらいいのに。ああもう、下に聖金石がある。ああもういてくるのもめんどくさいけど、多分ないじゃん。この下に聖金石がどこにあるとしている。もう、はい、聖金石持ってくる必要があって。
まあしょうがねえな。まあしょうがねえん、しょうがねえん。これをどこに飾りをしたらいいんだろう。ここにしようか。どん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 ここが家みたいになっちゃう感じが。いいかな。はしごがあったら、はしごでこのどうにかこの周りにゾンビがあるかな。正規正規出てこよ。しょうがねえ。大事なものはどこに入れて。来るのが本当に面倒くさいけどしょうがねえな。しょうがないんですな。帰るときに夜が来ちゃったらやばいけどね。早めに行ける道を作らないと。
アイテムを持っていこう。なんか役に立つものがあったら、何が役に立つんだろう。何か、あ、これマグマブロックちょっと持っていこう、行ってみようかな。テストをちょっとしてみたいかな。政権政権もっと持っていって、内挙動参加と聖剣石を OK、 もうこのぐらいでいいんだろう、聖剣石と
まあプレイスの粉も持っていこう。じゃあ気をつけていきましょう。出ることできるかな。多分まだもう行く道に多分夜が来ちゃうから、ちょっと探索したいところもあるから、夜間投資の出て、じゃあ行きましょうか。わお、あちらに地獄のドア作ろうかな。それもいいアイデアかもね。チコってみようか。いいかも。その前にエンチャントを一回してみましょう。すごく良かった、あのつる足のタイヤ、タイヤのつる足。今回インチェントでもう一回出たらいいな。もう一回出たら本当に俺はラッキーガイよ。じゃあまた来た。
じゃあ一回やってみましょうか。鶴橋、はい。ああ仏様お願いします。もう本当に全部失ったから、あ効率4か。まあいい、効率4、もう一回やってみたらいいか。とりあえず効率4出ました。効率4はすごく早めにできる。もうどのぐらい早めにできるのかとしたら、もう見せようか。すごく早いんだね。もうこのぐらいのスピードです。で、これで内球動画あったらもっといいけど、ああ、もう、高速道路やん。はい。こうできます。はい、このぐらいです。ちょっといらないもんが。もう。悪くないけどね。悪くないけど。じゃあもう一回延着のために、もうすぐ30できたんですよ。もうすぐ30できたら、じゃあこれで持ってきた石を、石だからこういう石系も2回焼くことができるから、だからこういうもんだね。うん。こういうもん。石炭が。すごいな。すごいな。性能すごくいい。うん。本当にいい。うん。本当にいいです。
本当に性能いい。うん、ナイスナイスナイス、性能すごくいいです。うん、確かランタン持ってきたけど、このランタンをどこに、うん、OK、ちょっと雰囲気よく、うん、これとで、釣りバーを、ここも道を一個作ろうかな。こう行ったら何が出るのか。本当にいいスピード。すごい。もうちょっと作る。ライトがあんまりないね。
もうそこ三条です。ああ、いいオプションでやったらいいのに。仏様お願いします。本当にお願いします。ないちょうど、うん、うん、30。じゃあもう一回やってみましょうか。チョロワシが、ああお願い、お願い、うん？何？ああ、政権設計は元必要なんだ。ああ、公立さん、内宮堂さんか。公立さん、内宮堂さんか。もう一個ちょっとで、もう問題あったら消せばいいから、もうどうなるかわかんないから、とりあえずもう一個。はい。難しい。で、公立内宮堂。公立4。公立3、内宮堂3、公立4。うん、もう一個作ってみよう。頑張って見るのだ。頑張って見るのだ。頑張って見るの。どうにか頑張って見るの。負けないで、カンペ。負けないのだ。負けないのだ。いいのだ。
28。おお、保護さん。おお、これすごいいいアイテムや。もう高い場所から落ちた時にダメージが減らす。あれが4。うわー、これがダイヤモンドに入ったらいいのにな。ダイヤモンド防御区に入ったらいいのに。あ、もうこれ本当に大事にしよう。これは大事にして。もうここもどうにか。うん。ああ、ちょっと眠くなる作業だな。でもしょうがないな。俺のせいで全部なくしたから。それをどうにかパックアップしないと。はい、多分もうすぐ30。本当にあの、幸運は良かったのに。
29。効率3、内強度3、効率4。あ、これ合わせたらダイヤモンド3つが、もったいないかなぁ。と、すれば、いいかな。どうすれば？どうすれば、いいかな。こちらにはしごをね、こうして、あ、OK。うん。どうしたらいいの？ OK。 OK。 30。じゃあもう一回エンチャントしてみましょうか。あー、仏様お願いいたします。もう本当本当はっ、あー、もったいない、幸運、あー、幸運2。あー、でもよかった、幸運2。これを幸運3にしたいけど、幸運2、ちょっともったいないな。幸運2惜しいな。だから、はい、鉄4です。1、2、3、4、5、6、何個入るのか。じゃあ鉄が6、あー、もう約2倍。あー、これバックアップできたと言えないな。幸運3だったから、だから、内強度3、効率3、効率4、ないけどさ、この2つを合わせたらどうなるという話。そうしたら効率4、あ、ちょっと見ようか、モルどこやん。あ、モルはここ。どういう、だから効率4、あ、幸運2、内強度3、効率4で、効率4をしたら、あ、効率5になるんだ。効率が5で、内強度は3がマックスだからだね。うん、
あーでも一個ちょこっと完璧ではないけど一個手に入れた。公立内弓道3、公立だから公立3と内弓道3だから公立3内弓道公立あ内弓道3公立4だから公立だっけ、公立4、公立4だからこの公立と内弓道がいらないということだね。うん、これを OK、 経験値戻して普通の、じゃあもう一回やってみましょう。もう一回、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 もう一回やってみましょう。これ2つは多分できないんじゃん。できるわけではない。なんか当たらないのは気のせいかの。うわー、魔法、魔法アイテムすごい、すごく入るね。もうすぐ29、もうすぐ29です。うん、この綺麗に焼いて綺麗な色になっているこの石は別のところにちょっと保存しよう。まあここいいね。うん、いいじゃん。こう入れて後でこのルームを作るときに使って、
ケー、ここに入れて。鋭いオプションまで出たら完璧に。あーでも幸運3が欲しいな。幸運2が出たとしても幸運3と2はすごく差があるから、3が欲しいな。幸運3が、幸運2がもう1個出たらもう合わせちゃう。ダイヤモンドもったいないとしても。ダイヤモンド道がなくなるけど。いや、ほんま。もう一個出たらもうやっちゃおう。そのぐらいの。力に30でございます。30、じゃあどうなるのか、どうなるのか。ここやん、うん、ああ仏様お願いです。いや、おでも波長も良くなる。おっとかっ、ああ、うー、 50% バカブ完了。効率3、内弓道3。おお、そうしたらこれこそね、これこそ効率4と、そうしたら完璧にものになるじゃん。うん、でもどうなるかわかんないから、うん、じゃあ細かいオプション出ました。細かいオプションは効率4、内弓道3、もうだいぶほぼ完璧なもの。ああ、仏様ありがとうございます、ありがとうございます。ああ、でこれが効率4ので、これが幸運2だね。幸運2だね。幸運が2。幸運が3だったらいいのにね。じゃあ、行きましょう。行きましょう、行きましょう。じゃあ、やってみましょう。諦めなくてやってみましょう。うん。じゃあ、心臓がん、心臓がんがなんか焼くことができるかな、心臓がんが。心臓がん。できない。心臓がんのはできなくて。多分こういう系の、これも多分できないんだね。
ょっといらない石たちは、ここにしちゃって。ちょっと難しい。他の名前の他の石、こういうこういう色が違くて、もうよく考えてやったら飾りとしてはすごくいい、あのこの石たち、はい、心臓がんとか。こういうものたちはもうここに入れちゃって、あーでももう本当にありがたい仏様、仏様ありがとう。ありがたい。したら効率4をちょっと、その結局後で合わせる可能性が高いからだね。これちょっとこういう OK、 OK、 うん、じゃあこれで、本当にホールがあるかもしれないから気をつけて、で、あれをじゃあこの石でなんか、この石で、はい、この石か、うん、こういう、うん、
木材がそろそろ足りないね。木材がちょっと足りねえから。もう骨の粉はばっかりある。いやでもいいな。じゃあもうすぐ30です。効率4。これが本当成功。もう一個作るのか。ダイヤモンドつるわしももう一個作るのか。結局は4つぐらいが必要だな。OK。ダイヤモンド、これは投資を投資。ないと考えないで。
たいないと考えないで。これをこうしてみようかな。一応こうしたらどうなのかな。はい、こういう、こうしたら後でどん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 でかくなっていくかな。わからないけどね。そうしたらその上をどうにか、多分もうすぐ30だな。じゃあもうすぐ30。もうすぐ30で、だから、コーン3じゃなくてコーン2出てもいい。コーン2が出てもいい。だね。でもコーン1が出たらどうすんの？オッケー、30。じゃあ、仏様。効率4。効率4か。効率4ですか。そうしたら、力入れる。
これじゃ4か。まあこれはしょうがないね。削除だね。本当にいいけど、スピードすごくいいけど、2つだから削除だね。効率4がこのスピードだったら、効率5はどのぐらいスピードなんだろう。多分黒曜石取る時にもすごいスピード、多分そうよ、絶対。絶対そうよ。後で地下で見ることができるはず。ゾンビの2個か。ああ、できないな。作業するときにはすごくいいね。Thank you.
それはどうか。スピードいい。やっぱりタイヤ本だ。これは一回で殺せるかな。できないね。できないね。
燃料全部使っちゃったね。木がデカこうなるかな。またもうすぐ30です。オッケー。じゃあもう一個やってみましょうか。効率4。どうなるか分かんないかな。
もう一個、もう一個、うん、わかった、もう一個、もう一個、痛いな。じゃあ、仏様お願いします。ナモアミタボッチュタ、また氷中4回、また氷中4回、もう。効率4か。もうこれはもう一回やるべきの。もう一回やってみましょう。最後のもう一回。コーン出てこい、出てこい。出てこいよ、コーンよ、出てこいよ。出てこい、コーン。じゃあちょっとトイレ。あ、はい、
いらないものを捨てたいけどね。これ何の音だったっけ？なんかフィュー、すぐなんか。よくわかんないけど。
もうすぐ30です。まあ、内宮と一致って30。じゃあ5回目です。5回目じゃあどうなるのか。じゃあ仏様お願いします。ああもう本当お願い。内宮堂さん効率4、内宮堂さん効率4、内宮堂さん効率4。私は効率4以降削除だね。4だったら効率5に、だからこれがどのぐらい効率がこのぐらいだったらどのぐらい早いのかだね。効率が4だったら、だからこれこそ下にあるスカルクを取るということなんだけど、どのぐらい早めに取るのかちょっと確認してみたいな。どのぐらい早めに取るのか。もうだいぶここは取っちゃったから、やばいところがあちらだね。やばいところは。早くないね。あんまり早くない。もう一個取ったら。
これだね。感じたい。だからこれをただ取ったら経験値だね。こういう。うん。で、これは無限大に生産できるから。あ、これもなんか経験値得るのにいいな。うん。これもなんかそのレベル30まで行く作業にいいな。うん。だね。こういう。チョコバイが、ん？ああ、チョコバイ1個取って、その感知体を1個取っちゃったね。だから、もう1回やっちゃったら多分、出るかも。だね。ここに出るのだ。オッケー。ああ、ここも安全地域になっちゃった。ここも安全地域になりました。はい。安全地域になっちゃった。ここも。スカルク、なんかちょっと気持ち悪いな。うん、早い、うん、早いよ、早い。うん、ちょっと溶岩持って行きたいけどね。ここになんか、あるはず。溶岩と一緒に。ここかな。クリーパー来るかもしれないから気をつけよう。12個だね。12個だ。あ、びっくりした。
オッケー。12個だから。あ、でも早い、本当に。国有席取るのも。ほんと早。いい鶴足を手に入れたけどね。もう本当にこう、取ることだけで経験値を得るから、本当、ちょっと気持ち悪いブロックなんだけど、すごいマインクラとしては、マインクラとしてはって、ちょっと帰り道がどこだったんだろう。迷子？あちらか。ん？あ、ここか。だからスピードはすごくいい。国有席取ることも。スピードがすごいの。だからこれが5だったら、どのくらいのスピード？だね。ちょっとならば、これをここにしたらどうなる？
てどこに設置するのか。ライト持ってきたけど、しようか。ところ。OK。はい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 。もう一個取って。はいはい。ああ、もう間違えて取っちゃった。間違え、ここに、はい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 、で、これだね。はいはいはい、あれで、入る前にやばいかもしれないから大事なもの入れといて、入らない方がいいかな。28までなっているのに経験値が。じゃあここはどこ？おう、地獄の豚ちゃん。とりあえず分かった。やばいところということは分かった。全然安全な、なんで一匹だけ出るの？なんで？なんで一匹だけ？一匹だけ出るのはあれだね。ああ、そこはこれなんだ。
これが触媒で、さっきのは秘めたいよ。まあもったいないから。じゃあエンチャントに集中しましょう。もう一回もうパックアップするのだ、パックアップするのだ。幸運、幸運出てください、幸運出てください。ちょっと捨てるように、これもいらないし、いらないのをちょっと捨てれる場所があったらいいのにな。これいらないし、この中にいらないのは、まあマインクラアイテムの中でいらないのはないけど、じゃあもうすぐ30です。イエーイ。あー仏お願いします。ほんと今何回目よ。あーもう、じゃあお願いお願い、またナイキュド3回。ナイキュドさんですか。でもね、今日は本当に良かったという、とりあえずもう細かい、これがもう効率4でナイキュド3付けだから、これとまた幸運、これも内球道さん効率4よ。だから今効率4のあれを2つ持っているから、合わせたら効率5の最強のものを手に入れることになって、だから幸運2か幸運3か、幸運2か幸運3が出てればいい。幸運3が出なくても幸運 2が出たら、あの、持っている幸運2と合わせればいいという。だから今、もうその最悪
こにあのクリーパーからもう全部失ったあれのバックアップを今日 75% しましたという話ですよ。うん。75% バックアップ完了だということで、もう一回やってみようか、ここまでしようかということなんだけど、諦めなくてもう一回やってみようか。なんかスケルトンたちがトロップするのあもう武器はあんまり良くないんだな。じゃあでは今日はここまでしましょうか。また次にエンチャントしてみたらいいから、これ何の音かな？わからないけど。とりあえずここまでしましょう。はい。かんちゃんのマインクラープさんカンペでした。ああ、バックアップよくやった。で、75% なんだけど、でも幸運3は必要だな。